はようございます、こんばんです。今回ですね、バイブルサイズでちょっと使いこなせる、その中に入ってですね、ちょっと上下がですね、こう歪んでいる感じがして、まあちょっとカッターで使ってるからなんですけども、それをちょっと変えたいなと思っています。ではスタート。本当に好きすぎているバイブルサイズ手帳ですね。こちらのですね、いつも愛用しているこの定規ですね、非常に薄くてインデックスになるので非常に気に入っているんですね。私はこのように、まあ、K 線を、シャーペンでラインを引くことが多くですね、このように、まあ、引いているんですが、ちょっと引いてみましょうか。このように当てて、何度かですね、この定規でカッターをこうカッター定規として使ったので、ここは若干ですねギザギザ感があるんですね。今たまたま綺麗に引けてますが、時折ですねギザギザするんですよ。光があるんですね、カクカクっと、で、いろいろ、まあ、探してみたのですが、なかなかこのようなシンプルな定規がなくてですね、いろいろ探した結果、こちらのですね、ガイドプロテクターというのを購入しました。これは定規じゃないんですけども、まあ、リフィルの、下敷きみたいなものですかね。192円ですね。キーワード WWR205 ガイドプロテクター2枚入り1つ出してみたのがこちらですね。こちらが、脂肪がかかった状態で、こちらが、まあ、ツルツルの状態ですね。まあ、もちろんこれはインデックスとして、ここに飛び出ないんですけども、まあ、こういう脱着可能な形で、そして、まあ、下敷きにもありますし、そしてまあこのように、ラインをちょっと引いてみましょうか。まあもちろんラインはスムーズに引けますよね、当たり前ですけども。これをですね、今回これ2枚ついているので、1つをですね、このサイズと同じようにここですねカットして使おうかなと思っています。久々に登場のカールジミクさんの X トリマーですね。ロゴがいいですね、かっこいいです。全体はですね、今オットマンのソファーで引いてますけども、どん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 引いても画角が入らないぐらい、こっからここですね、アルミ製で非常に精度が高い。これはこちらですね、レザーも段ボールもカットできるという
つわものですので、この薄っぺらいものも切れるんではないかなと、ちょっとやってみたいと思います。まずですね、こちらのこの距離ですね、まあ、どのぐらいにするか、手が当てがえて、まあこれでいくと半分ぐらいですよね。半分ぐらいのところにまずはカッターで印をつけたいと思います。何センチにしようかな、5センチぐらいですね。それであとはですね、垂直水平はこちらのエクストリマーがここにですね、ガイドラインがありますので、ここに合わせることで、垂直水平が決まります。まずこちらですね、こちらを上に上げるとこの台がですね上に上がります。そうすることによってこちらがスーッと入ります。非常に輝いてますね、かっこいいですね。でこちらにですね、カッティングマットグレーの部分があるんですけども、このカッターが通った跡がありますので、こちらにこちらをですね、先ほどの5センチの印をセットします。こうですね、先ほどのカッターのやつをカッティングマットの刃の通ったラインに揃えます。そしてこちらのレバーを上に上げるとですね、もうこれはホールドするんですね。このようにこの挟んだものは動きません。あとはこれをスライドするだけですね。上げることでこちらのバーが上がりますので、先ほどのカットしたものがこのように素晴らしい切れ味ですね。ちょっと定規でちょっと鉛筆で線を引いてみますね。こちらのエクストリマーは本当に安心感ありますね。めちゃくちゃかっこいいですよ、これ。ぜひ皆さんも、これはちょっと店頭で試すことができないのがあれですけども、カール・ジムキさんの商品です。素晴らしいです。はい、スパッと切れましたね。ちょっとラインを引いてみましょうか。それによって精度が分かりますね。滑らかですね。いや、最高ですね。切れ味が本当に素晴らしいです。そしていつものように
まあインデックス代わりにはなりませんが、こうしてセットしておくと、まあ、心地いいかなと。あるいは少しこうやってずらすっていう方法もありますよね。ここをちょっとカットして、ここもカットしてずらすと、ここもカットすると、まあインデックスを作ることもできますね。ちょっと当分はこのまま使ってみたいと思います。はい、今回ですね、ちょっと定規がですね見当たらなかったので、ああいう形でちょっと代用しました。プロテクターで代用しました。まあ、綺麗にまあカットできたので、まあ、使えるかなと思うんですけども、またちょっと使ってみて、また感想を言います。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。